はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、マーリューです。さあ、本日なんですが、天気デッキを作ってきたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。天気っていうね、あのテーマが、あの診断で強化されましてね。で、今回、あの初めてね、天気をご紹介していくんですが、これどういうテーマかっていうと、永続魔法とか永続トラップカードをデッキから置くっていう効果が、あのいろんなモンスターについていて、デッキ買ってくるから置くっていうモンスターがいっぱいいて、で、ウララをなんかその回避しながら、この永続魔法とか永続トラップとかフィールド魔法で戦っていくっていう感じのテーマになってますね。で、まあ、永続魔法、永続トラップから説明していくと、ですね、天気予報、天気模様か、雪の天気模様とか、雷の天気模様とかっていう、この天気模様と呼ばれるカードが、相手の、なんだろう、盤面に触れたりサーチしたりするんだけども、これは雪の天気模様、このカードと同じ縦列またはその両隣のモンスターに効果を付与するんですよ。天気モンスターは、効果付与されてどうなるかっていうと、こちらは除外してデッキから天気カードをサーチっていう効果。雷はダメージステップ開始に、除外して相手のモンスターを戻す。で、雨の天気模様だったら除外して相手の、魔法トラップカードを手札に戻すという感じで、こういうね、除外して発動っていう、そういうギミックになってるんですね。天気はモンスターを除外した発動だから、スキルドレインとはまずそもそも相性がいいんですよ。除外した発動なんで、自分はフィールドにいないですから、もうスキルドレ適用範囲外に逃げることができて、だからスキルドレ下でも結構動くことができるっていう、そういうテーマになってるんで、スキルドレインはかなり相性がいいですね。はい。で、天使族で統一されてまして、群雄割拠が非常に相性がいいっていうことと、今やっぱどうしてもね、多いんですよ、魔法カードが強いかデッキが。なので、マフージ入れました。ルーンとか、楽園とかね、ああいうデッキにはかなり刺さりますね。先行取れればね、ちょっと高校からだとあんまり意味ないこともあるんだけど、一応先行取れた時にこれセットできれば超強いんで、一応入れてます。はい。で、先行制圧とかゴリゴリするようなテーマじゃないんですよ。なんかゆっくり戦っていく、じわじわとアドバンテージを取っていくみたいな感じで、ミッドレンジ型なのかなと思うので、こういう永続罠はね、やっぱり、ね、ないと勝てないかなっていう、なんか速度が速いデッキにちょっと対抗できないから、あった方がいいかな、この辺は。で、じゃあ何が今回追加されたかっていうと、まずね、これですね、天気予報。このフィールド魔法が新規なんですけども、なのでね、3個あんだけど効果全部強くて、今まで天気が欲しかった効果全部持ってます、これ。はい。このカードの発動時の効果処理でデッキから天気魔法トラップカードを1枚選んで、自分の魔法トラップゾーンに表側表示で置けるよという効果ですね。まず、天気魔法トラップを供給できる。でさらに自分が天気リンクモンスターをリンク召喚する場合に、表側表示の天気カードをモンスターとして扱うことができると。だから永続魔法とか永続トラップとかこの辺のカードをリンクスワにできるんですね。はい、これがあると。でさらに自分のメインフェーズに手札から天気モンスターを召喚すると、展開効果あります。天気置けます。でさらに魔法トラップカードも使えますと、リンクスワに。あまりに強いですね。はい、これが最強で、このカードを使ってリンク召喚するときに、このスレッドってモンスターがいると、これ表側の天気魔法トラップカードがフィールドから離れた場合、墓地を置かれた場合か、墓地を置かれた場合、天気魔法トラップカードを自分の墓地からもう一回置き直すことができるっていう効果があるんですね。だから、この効果を使ってリンク召喚した後にもう一回置き直したりすると、ただでリンク召喚してるみたいな感じになるんで、これかなり強いという感じですね。だから基本的に狙っていく動きは、シエルとスレッド揃えて、こいつら召喚して特殊召喚、召喚して、天気予報の効果で、召喚権1回使って、1回効果で召喚して、で、スレッドがいる状態で、リンクス召喚していくと。そうすると、魔法トラップ戻ってくるから無駄がないみたいなね。そんな感じですね。で、群雄割拠とか、御前試合とか、魔封じの方向みたいなカードは、邪魔になったら、このターメルってやつでどかせるんですよ。これ自分のフィールド上の表側表示の永続魔法か永続トラップを墓地送ると、デッキから天気魔法トラップカードを置けるっていう効果があって、これを使うとなんか自分の好きなタイミングでスキドレとか群雄割拠とか魔封じとか外せるんですね。これがかなり強くて、この永続トラップカードは何枚入っててもいいかなっていう感じはしてます。で、モンスターの除去が基本的にこの雷の天気模様しかないんですよ。一応新規モンスターでこの月天気シエルっていうモンスターがいて、これが一応リンク召喚に成功した時に除外ゾーンからねモンスター蘇らせることができるから、リンク4とかまで繋がるんだけど、でもね、そうは言ってもね、除去能力がないんだよね、このデッキ。なので雷の天気模様以外にもなんか欲しいなっていうことで、ラバゴと怪獣は入ってます。はい。
ラバゴはね、結構相手のモンスター除去しながら群雄割拠とか開ければもうほぼね、相手マクマ族あんまテーマラビルスぐらいかな、しか多分ないと思うから、まあなんとかなるかなっていう、どかしてあげればね、はい。なので群雄割拠とラバゴーレムは相性がいいから入ってるみたいな感じ。これでモンスター背負っていくしかないかなっていう感じかな。やっぱね、どうしても高校を取るとちょっと弱いですね。まくり力ないんで、このデッキ。なんですけども、ちょっと頑張って、新規モンスター活躍させたデュエルを何回か取ってきたので、そちらご覧いただきましょう。はい。で、合金と金剣が入ってますんでね。合金で飛んでもいいように、リンクモンスターが、3体ずつ入ってて、アクセスコールトーカーも3枚入ってますんで、このデッキ、そこまでぶっ壊れほど強くないんですが、高いです。エクストラバリ高い。まあ、合金はさすがに強いからね、入れざるを得ないんだよね。ごめんごめんって。はい、デュエル3倍。皆さん、お天気お姉さんといえば誰を思い浮かべますか？僕はね、まあ、今はね、もうなんか平山さやさんっていう方々が一番有名だと思うんですけども、今だとね、これ僕の世代だとね、やっぱね、お天気お姉さん、まあ、お天気お姉さんっていうか、まあ、お天気キャスターでいうとね、石原良純なんだよね。石原良純なんですよ、僕の世代だと。あれ、お天気お姉さんというか、お天気おじさんだよな。まあいいや。これ、シエルとスレッドと天気予報があるんで、これさすがに強いですね。これ一応一番選ばれてるハンドと言ってもいいかもしれない。ですね、まあ、とりあえずこれ、雪の天気模様を持ってきます。あ、持ってきます。置きます。フィールドに置きます。セットします。で、召喚権が1回増えるので天気予報の効果使って召喚しましょう、モンスターを。でシエルを出す。でシエルは召喚成功時でもう1回デッキから天気魔法トラップカードを置けますと。置くっていう効果がね、一応裏ら組まないんでね、これ結構強かったりするんですけどね。でスレッド召喚して、でスレッドの効果とこの天気予報の効果をまあ駆使して戦っていくんですけども、シエルとフィールド魔法をリンクスラーにできるっていう天気予報の効果のね、これフィールド魔法の効果で、なんか魔法トラップカードもリンクスラーにしていいよって言われてるんで、これで、虹天気あるシエルちゃん、お、召喚ムービーあるんだこれ。かわいい。召喚ムービーあるんだこれ。かわいいね。いいやん。これサムネにしよう。で、スレッドの効果で、これは無効だからね。これもう一回魔法トラップカードを置き直すことができるっていう最強効果ね。はい。これでただリンク召喚。で、スレッド効果を発動して、雪の天気模様の効果を使って持ってくる。何かしらを。何がいいかな？雷でもいいけど、まあ一応雨の天気模様にしよっか。一応ね、スキルトレインあるんで、まあ多分雷じゃなくて、雨の天気模様で魔法トラップを、ケアしてあげた方がいいかなっていう気はする。で、スキルトレインセット。で、エンド。これで、二次天気アルシエルの効果で、リンク先にいるモンスターが、何でも向こうが飛ばせるようになります。はい、除外すると自分を。これが結構強いんですよね。で、ドン天気スレッドを特殊召喚除外ゾーンからスタンバイフェーズ持ってくるという効果。これはまあ全部ね、天気モンスターは自分の効果発動するために除外されると次のスタンバイフェーズ持ってくるっていう共通効果があって、これでなんかその一体なくなるけど、まあ、次のターンにまあ蘇ってくるという感じですね。はい、今天気は曇り、曇ると虹ってどういうことだ。デストイパッチワーク OK、レスパッチワーク OK、 ガーディアンキワイナチェーン赤が一番きついかな。これスキルドレイン破壊されちゃうんでね。なんですけども、まあ、このスキルドレインは開くことになりそう。基本的には一番強いのはこのアレベルの効果。いや、これ赤持ってこられるとやばいので、まあ、スキルドレインは開くしかないかな。これは赤がね一番やばいんですよね。うん、融合されて赤が一番やばいから、まあ、これでスキルドレインで赤の烙印を持ってくるのは止めよう。さあ、これで一応相手のアレベルが無効になり、一応手札に融合はあるという状態で、融合を発動して、まあ、融合はまあいいかな。まあ一旦ちょっとスレッドで変身しとくか。変身しよう。で、虹の天気模様の付与された効果で、フィールド上に相手フィールド上のモンスターがいると、デッキからリクルートするという効果。これで一応ね、モンスター相手増えるんでね、特殊化しておけば。はい。で、とりあえず、ターメルを出しといて、さあ何が出てくる。うわ、キマイラだなこれ。多分キマイラだね。赤だけマジでやめて。キマイラチェーン赤マジでやめて。これ一応楽園使いの方々は知ってると思うんですけど、このガーディアンキマイラスキルドレインの割り方ね、ガーディアンキマイラ
これでも言ったらそのまま通りになりそうだな言ったらその通りになりそうだな。赤の楽園があるとガーディアンキマイラの融合効果チェーンして赤の楽園でガーディアンキマイラ逃がしてあげるとあのガーディアンキマイラの効果有効になるんですよ。スキルドレインの除外、あー、オッケー、ない、赤なきゃ大丈夫だ。オッケー、スキルドレインからだったら大丈夫。ちなみに天気ってのは除外して発動するんでスキルドレイン食らわないんですね。全部のモンスターが、下級モンスターが、これが最強なんですわ。雷の今でもコズミックサイクロン流行ってるからちょっとあれなんだよな。あの雷の天気模様ちょっと増やす説はある。今1枚でやってるんだけど雷の天気模様を一応発動する効果使ってちょっと戻しとくか。一応な、魔法トラップ怖いから一応赤だったら発動してると思うけど一応戻しといて OK でですね、あのスキルドレインの適用下でも除外して発動するモンスターの効果全部発動できるっていうね。結局フィールド上のモンスターの効果も購入するから除外してやればもう関係ないみたいなね話あるの でスレッドの効果を使いまして蘇らせると、でシエルを出して雷の天気模様を一応セットしないとダメかな。でターメル、さあ無限に戻ってくるぜ。俺は無限に戻ってくる一生持ってくる。雷、今雷、曇りで雷が、降ってて、で雨降ってて、雪降ってて虹かかってるっていういや天気カオスすぎるだろ。どうなってんだよこれ。天気あまりにもカオス。そろそろランブラ行くか。はいでランブラで、極天気も、極って何、天気の極って何で、シエル効果で召喚成功時何かを置くという効果で、これスキルドレイン無効になっちゃうんで自分が飛びます。雷の、天気模様を置きたいので、雪天気シエルで雪天気を付与されたシエルを除外しデッキからこれであのスキルドレイン敵を外に逃げるんで雷を置けると。はい、でデッキから手札に加えるのは、まあ、これは一体ターメルですね。はい、でターメルからの雷の天気模様を置くで、雷の天気模様、間違えた、天気予報の効果によって、はい、本日は、雷がいっぱい降ります雷がいっぱい降ります。バトルフェーズいきます。さあ雷の天気模様の効果によって除外して相手のモンスターバウンス死亡、雷直撃して死亡でメンツ、まあ、タンシロで雷直撃してるんで相手死亡してまして、でスタンバイフェーズにいっぱい蘇ってきますよ。いっぱい蘇ってきますよ。さあ天気予報いきますね。まず、雷が降ります。今日雷降ります。で今もうすでに雨降ってます、雪降ってます、虹かかってますと。はい、極天気の極ってなんだよ。で、曇りにもなりますと。はい、曇りのち雷のち雨のち雪のち、曇りのち雪よか天気カオスすぎるだろこれ。今何の天気だよこれ。あまりにカオス、あまりにもカオス。これもう5体並んだからもう抹殺は、どうぞ抹殺、はいどうぞ、何引き気のデスピアン、どうぞ、何がしてんのこれ、無効になってるぞそれ。デスピアン無効にしたところで何がしてんだこれ、何もサーチできないぞ。どうしたどうした、何がしたい天気予報ぶっ壊れすぎでしょこれ、あまりのぶっ壊れ模様だな。天気予報これ当てにならんな。これ虹かかったり雷降ったりよ、雪降ったり雨降ったり、もうなんかわけわかんねえ天気になってんだよなこれ。初動ねえな、やべ、まあ、ラバゴあるからいいや。あの高校まくり用にラバゴ入れました。はい、ラバゴとあと画面シールが一応スモールワールドでサーチデッキが入ってます。ちょっとねこれね誘発とか入れてるわけないんだよなこのデッキ。なんか結構ねあの強いカード限られてるんですけど、言うてただやっぱ天気かけモンスターいっぱい入れないといけないんでね、ぶっちゃけそんなに強くはないですこのテーマはい、まあ、赤小バロネスのいつものムーブという感じですね。はい、あとは暗転があるとは思うんですが、さっきサーチしてたんで、
なんですけど、まあ、ラバーゴーレムで全部無力化すると。でラバー&ゴーレムの効果によって全妨害をこれ踏めるんですよね。あの双剣のバロネスの向こうと関将の向こうと初動来い。あでも群雄割拠強いな。普通に群雄割拠強いぞこれ。ラバゴ群雄割拠6撃の俺よしいいぞ。まあ、とりあえずちょ一回どいてくれるそこ。天気予報は地獄本日の天気は地獄どうぞちょっと初動ねえな。初動ねえのきついな。初動ねえのきつい。まあ、一応天気予報で圧縮だけしよっか。天気予報発動してで、本日の天気は地獄からの地獄からの虹。地獄からの虹。意味わかんないか。雨だ。魔法トラップあるもん。雨だ。地獄からの雨。はい。で、まあ、これでエンドですね。はい。まあでも言うてモンスター出せないと思うんで、午前、間違えた。群雄割拠開けば。悪魔族しか、出せなくなるから、群雄割拠を発動して、これあなた悪魔族のみでお願いします。はい。悪魔族のみでお願いします。で、群雄割拠の効果を、起動されて、で、相手はもう悪魔族しか出せないから、もうラバコピートするくらいしかないと。基本的には。はい。よしよし、入った。オッケー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 。初動来い、初動来てくれ頼むシエル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 オッケー。まあ、許そう。うららって言われたら終わるけど。うららって言われたら終わるけど許そう。銀マンで元気なツボを発動して6枚カードを除外していく。ちなみに天気デッキっていうのはね、エクストラあんま使わないで金券とか合金とか相性はいいです。ちなみに金券と合金用にアクセスコロとか3枚入ってますからね、このデッキ。クソ高いっす。ガメちゃん来たか。スキドレ。いや、これはえげつない弱いぞ。いや、えげつない弱いがしょうがねえか。これ雪天気あるから、ターメルで除外したら一応持ってこれんな。これ持ってきて、で、戻さない方がいいか。ちょっと難しいですね。まあ、とりあえず一旦雪天気あるんで雪天気貼りますと。で、天気予報の効果発動して召喚権増やしますと。で、ターメルを召喚。で、ターメルの効果を発動して持ってくるしかないか、シエルを。ターメルの効果を発動し自分を除外することによって天気モンスターか天気魔法カードを持ってこれるのでシエルを持ってくると。で、シエルを召喚していこう。で、シエル召喚成功時効果で、デッキから天気魔法トラップカードを置く。効果に遷移して、雨の天気模様効果を発動し、相手の魔法トラップカードをバウンする。これでね、2体並びますんで、まあ、ライフは守れるでしょうね。基本的に。まあ、雷ですね。で、ライフは守れる。で、あとは相手が群雄割拠で勝手に積んでる間に盤面作って、で、どっかで、ターメルで群雄割拠外してアクセスでワンキルする感じかな。プランとしてはプランというプラン。はい。で、雪天気シエルを特殊召喚していく。まあ、ここは雷の天気模様があるところだったら飲んでもいいんだけど、ちなみにラバゴ戻ってきますからねラバゴ戻ってきますからね。これ雷の天気模様で相手のモンスターとバトルするとき自分をダメージ捨てでね除外すると相手のモンスターバンするっていう効果なんだけど、ラバーゴーレムはもともと僕のモンスターなんで、これ亀屋の敵までぶん殴ると戻ってくるっていうね。はい。まあ、ただ戻ってきてもね、相手ラバーゴケアしてくるだろうから、まあ、これはさすがに飛ぶ。とりあえず、ターメルを除外して、まあ、アタック、スレッドとかでもいいかもしれないけどな、これな。スレッドとかいいな、これスレッド持ってきて。いや、これシールはもうなんか殴られてもいいかもしれないね、これね。これ次ワンキルできるわ。これ多分飛ぶわ。これ飛ぶわ。これ飛んで手札に戻そう。まあ、どっちもいいな。どっちもいいわ。まあ、どうせするかどっちもいい。で、3000くらうもらうでしょ。で、あと残り800と。残り800だけども、残り800だけども、相手はラバゴしか出せないから、もうここでこうするしかなくて、で、俺のターンドローしてる。で、モンスターみたいなの持ってくる。いや、これターンいけるね。
こんだけモンスター並べば多分いけると思います。でまずシエルを特殊召喚していきましょう。言うて大したことないだろあのセカード。はい、でターメル戻ってくる。あとは群雄割拠をどかしながらモンスターを横に並べていくっていうね動きをすればいいんですね、基本的には。なのでとりあえずスレッドを出しましょう。スレッド出す。で飛ぶのはターメル飛ばしましょう。ターメル飛ばしてターメルかな。ターメル飛ばしてターメル持ってくるでしょ。でリンク召喚ここですね。で3体で月天気アルシエル。で月天気アルシエルはリンク召喚に成功した場合に除外されている敵モンスターを特殊召喚できるってことがあって、これでリンク4につながるんですよ結構。で今群雄割拠のせいでこっちも天気地族しか出せなくなっちゃってるんで、とりあえず2枚戻しましょうと。魔法トラップカードをね。で月天気アルシエルの効果を使って除外ゾーンからモンスター戻しますと、これでねリンク4分稼げるんですよ。これ強いですよね。魔法トラップカードとなんか除外されてるのを戻す効果によってなんか結構インチキ風のリンク4のあの用意の仕方ですよこれね。はい、でこうしてでスレッド効果で戻して戻す。はい、インチキですねこれ。インチキ効果もいい加減にしろ。でだターメル効果発動。群雄割拠外して雪天気置く。これで群雄割拠の二次天気か、二次天気置く。で群雄割拠が外れたんでアクセス出せると。はい、こことここ、あらあらアクセス高度投下。そしてアクセス高度投下のモンスター効果発動。リンク3分のタイムアップ5300プルルルルル。そしてアクセス高度投下のモンスター効果を発動。相手のモンスターを破壊、自分で送りつけておいて破壊自分で送りつけておいて破壊。そしてまだ俺は召喚権を使っていない。行け雷天気ターメルを召喚。どこでもいいな。一応雷天気のこっちの人か。さあバトルだ。総合打点は8500。行けドラー。よし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 、何もない。ドラー。対戦ありがとうございました。アクセスインテグレーション。これが天気よ。今なんかザ天気みたいな動き見せてること。結局ね、永続罠ないとダメだね。このテーマもなんかあのラビルにしたと同じような感じだわ。なんかそのデッキパワーとしてはやっぱどうしても展開力があんまないからモンスターで制圧ちょっと作りにくいんですよね。なんでまあ永続トラップカードってなんか結構頑張ってある程度、パワーを上げてあげるというか、まあその永続トラップで無限妨害を敷いてあげるみたいなイメージじゃないとちょっときついかなっていう気はする、使ってて思った。うん、まあとりあえずこのダランベルシアンっていうモンスターが何をサーチするかによるんだけどね。 DNA 改造手術、やばいカードサーチきたな。一体全体これは一体何をしてくるやつなんだ。さあペンデラム召喚。ほう、あおうおういっぱいできた。はいはい、で横綱が戻ると。なるほど、 DNA 改造手術、なるほど、マキラの効果ね。はいはい、マキラの効果で手札から DNA 回答しサイキック族。ほう、なるほど、わからん、なるほどわからん。一体してた何がしたいんだ。はい、3体のモンスターでシンクロ召喚。誰、メンタルオーバーデーモン、マジで誰誰やねんお前、お前マジで誰やねん。マジで知らねえモンスター来たな。メンタルオーバーデーモンくんがメンタルオーバーデーモン2体目。なるほど、なるほど、わからん。このカードがフィード上から墓地に置かれたとき、このカードの効果で除外したモンスターこの中にどうしよう。だから書いてることは強いね、書いてることは強い。なるほど、一旦に一度自分の墓地の先ほどのモンスターを除外。あ、なんか除外しといてあれなんですか、モンスターをフリーステスオーム。やばいやばいやばい、闇属性モンスターをリリース800ライフダメージ。やばい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 、痛いぞ。やばい、え、これなんかあれか、除外したモンスターなんか蘇ってくるみたいなこと、それもしかして、え、いた、え、
してない。あれこれこれ無限ループしてるよな。おい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 お前これ無限ループしてるだろ。やめろやめろ、そんなことしちゃいけない。うわメンタルオーバーデーモン強っ。